はい、感謝します。じゃ、よろしくお願いします。主よ深い口から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声耳を傾けてください。主よあなたがもし不義に目を留められるなら、主よ誰が見前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのにまさにまことに、夜回りが夜明けを待つのにまさって主を待ちます。イスラエルよ主を待て。主には恵みがあり豊かな贖いがある。主は全ての不義からイスラエルを贖いがされる。ハレルヤ。39番のイエス。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。あなたの言葉は私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、
私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦で苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。イエス、イエス、我が救い、我が砦で苦しむ時になる助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。愛に満たされ生きる。ハレルヤ。大丈夫。思い悩む一つ一つ、あなたの前に差し出して、恐れを意に変える、確かな希望を持って歩む。大丈夫、私はあなたを信じます。大丈夫、あなたが共にいる。思い悩む一つ一つ、あなたの前に差し出して、恐れを雪に変える、確かな希望を持って歩む。ない私はあなたを信じます。大丈夫、あなたが共にいる。大丈夫、大私はあなたを信じます。大丈夫、あなたが共にいる。あなたが共にいる。やがて来られる方、弓を持って国々を治められた。勝利から勝利へ、
栄光から栄光へ、白い馬に乗った方は忠実また真実、燃える炎奥の冠、その名は神の言葉、天の軍勢、白い馬に乗って彼に従う、白い馬に、白い馬に乗った方は忠実また真実、燃える炎奥の冠、その名は神とは、天の軍勢も白い馬に乗って彼に従う。あなたの顔を上げなさい、目を覚ましてあなたの顔を上げなさい、できなかったことを数えることをやめなさい、失敗してしまったことをいつまでもくよくよしていてはいけません。あなたの人生に許されたマイナス、あなたの愛するものに許されている取り返しがつかないと思える失敗やマイナスを徹底して感謝しなさい。なぜなら私にはそのすべてをプラスに祝福に変えることができるからです。あなたの不従順とあなたの罪のゆえに多くのことは許されました。しかしあなたが悔い改めるなら、許しはすでにもうここにある。そしてあなたが私に感謝するなら、すべては益になる。これを単純に信じなさい。敵の言葉に、惑わしの言葉に騙されてはいけません。私はすべてを益にすることができます。最善に、最高に変えていこう。人の手には不可能でも、私の手の中で、十字架の恵みの中で、どのような最悪も祝福に変わる。私はそれをするためにこの世に来、十字架にかかったと死を抑えます。復活の力を軽んじてはいけません。死ぬ誓った力はあなたのうちに、あなたの愛する者のうちに働き、どのような敵の力も打ち砕いていくと死は恐れます。期待しなさい。もっと私に期待しなさい。人にはできなくても私にはできる。人には不可能でも私にはできると主は仰せられます。その私に期待しなさい。私に求め、私に願い、私に期待しなさい。それを受けるにふさわしくないとあなたは思います。その通りです。全くふさわしくありません。しかし私はふさわしくないものに、あふれるほどに恵みを注ぎ、祝福を注ごう。その恵みを受けなさい。豊かに、豊かに、豊かに受けなさいと主は仰せます。また私たちはこれからこのビジネスマンに向かっての伝道を開始し、また中高生若者たちに対する宣教を開始する。この若者向けの礼拝やビジネスマン向けの伝道会が始まっていきますが、これに関してしっかりと祈り、信仰の足を踏み出しなさい。私はこれを豊かに用いていくと主は仰せられます。それでは君が生まれる前からですね。君が生まれる前から君を知ってた。母の胎の中で君が形作られる前から、あの日流
した涙の訳を知ってる。孤独を感じていた時も私はそばにいた。君が輝き続けるように私の翼の影に隠して、君が悩む時は苦しい時は君の砦となろう。たとえ誰かが何かを君に言おうとも、君はありのままの君で、少しも変わらない。君はここで尊い私の宝。どんな暗闇の中でも輝き続ける。君の髪が白くなっても私が君背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける。君の命の限り、君の髪が白くなっても私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける。君の命の限り、愛する天のお父様、エス様、聖霊様、三位一体の誠の神様が今日豊かにご臨在してくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美を心からありがとうございます。証の一つ一つを感謝いたします。今日この礼拝に集われたお一人一人を心からありがとうございます。また天のお父様、ありがとうございます。オンラインされているお人一人をありがとうございます。ダウンロードしていらっしゃる方々をありがとうございます。神の使命の浅い教会であなたは牧会してくださっている40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしておりますが、聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語り、私たちに御言葉を持って語ってくださって、私の信仰を養ってくださって、どうです様、この時必要な上からの知恵と祝福をとても持って語り、あなたが用意しておられる勝利と祝福を共にということができるように、あなたが用意されているこの終わりの時代の来る素晴らしい栄光と勝利を見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてください。私は主をあなたに期待いたします。語る者熊もあなたに期待いたします。どうぞお語りください。神イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。神会しましょう。ハレルヤ。